トモノカズキが自己ベスト95.81点、100点近い点数も望める、ロシアハイ SP。フィギュアスケート GP シリーズ第6戦、ロシアハイ第1日、26日、ソチ男子ショートプログラム SP が行われ、トモノカズキ、セントラルスポーツが自己ベストを7.59点更新する。 95.81点をマークした。得点を確認すると、よしっと笑顔。朝の公式練習では、調子が上がらず、不安もあったというが、最後の最後は、たくさん練習をやってきたということが自信になった。練習がしっかり成果となって、この試合に出たのかなと、会心の演技を振り返った。 ニューシネマパラダイスの曲に乗り、冒頭の4回転3回転の連続トーループ、4回転サルコー、トリプルアクセル、3回転半ジャンプをすべて着氷した。しっかりマックスをやれば95点くらいは出せるかなというのはあった。ジャンプの出来はあまり良いものではなかった。少し体の動きも悪かった。 その中で95点が出たというのは自分の中で収穫。本当にたくさん練習してきてよかったと話し、これからもっと良いプログラムができれば100点近い点数も望めるのではないかなと感じることができたので、すごく可能性が見える良い自己ベストだったと手応えを口にした。27日のフリーはララランド。 フリーは誰よりも練習してきた自信があるので、練習してきたことを出せるように思い切ってやるだけ、自分の喜べる演技ができたらいいなと思いますと意気込みを語った。フィギュアの友の男子 SP 首位自己ベストロシア杯開幕。フィギュアスケートのグランプリ GP シリーズ第6戦。 ロシア杯イは26日、ソチで開幕し、男子ショートプログラム SP で友野和樹、セントラルスポーツが自己ベストの95.81点をマークして、首位に立った。モリスクビテラシビリ、ジョージアが95.37点で2位。田中啓司、国際学園は76.69点で10位。 当初エントリーした羽生譲るアナは右足首故障からの回復が長引き、第4戦の NHK 杯に続いて欠場した。共同。男子 SP で主位の友野和樹、ソチ、AP、共同。